福士加代子、同、出場危機乗り越え2本メダル1号。福士加代子、同、出場危機乗り越え2本メダル1号。陸上世界選手権女子マラソン、2013年8月10日、無人機競技場発着、モスクワ川沿い周回コース、日本のメダル1号だ。最初の決勝種目の女子マラソンで、3000メートル、5000メートルの日本記録保持者、福士加代子、31イコールワコールな、2時間27分45秒で銅メダルを獲得した。30キロ手前で先頭集団から脱落したが、35キロ過ぎに3人に浮上。日本勢2大会ぶりのメダルにたどり着いた。エドナキプラガト、33イコールケニア、2時間25分44秒で2連覇を達成。木崎良子、28イコールライパスは4位、野口瑞稀、35イコールシスメックスは途中棄権した。42.195 キロをかけた後とは思えないほど、元気いっぱいだった。今大会の日本勢のメダル1号となる銅メダルを獲得した福士は、スタンドに向かって何度も手を振り、日の丸を掲げて何度も飛び跳ねた。3000メートル、5000メートルの日本記録を保持し、世界選手権に4度、五輪には3度、トラックで出場したが、優勝には一度も届かず、初めて出場した世界大会のマラソンで結果を残し、福士節は全開だ。イエーイ、よかった、頑張った、楽しんだ、もう走りたくない、もうやだ。過去4度のマラソンは全て終盤に失速。この日も30キロ手前で先頭集団から脱落したが、景色や応援団を眺めているうちに、3人のメルカム、エチオピアの姿が眼前に迫り、35キロで抜いた。マラソンで初めて抜いたね、前が見えると元気になった。前の人が落っこちてくると便利だね。野口が熱中症で危険に追い込まれたタフなレース。福士は序盤から給水を取り、ミスドシャワーのポイントでは帽子を脱いで頭から水を浴びた。あちあちと連呼したが、きっちりと対策を練っていた。実は欠場寸前に追い込まれていた。3月末にインフルエンザにかかったが、薬をあまり服用しなかったため感じに時間がかかった。長山監督は福士は青森出身でリンゴを食べて病気を治してきたから、薬が嫌いと説明する。その後、自律神経に不調を起こし、栄養失調で5月上旬まで練習ができなかった。同月末から野口とビーコロラド州ボルダーで合同合宿を行ったが、貧血も発症して当ての女王についていけなかった。スタートラインに立つため、これまで面倒だからと避けていたサプリメントを摂取して体調回復に努めた。だが、7月のスイスサンモリッツ合宿では1キロ3分30秒も切れない。長山監督がもうやめようと欠場を進めると、何も言わずに涙を流した。出場を決断したのはレース1週間前。ここまで強かったという言葉には実感がこもっている。苦難を乗り越え、たどり着いた世界の表彰台。次の目標は何もない。集大成と話したが、長山監督は走れる以上は日本記録を狙い続けたいと成長に期待を寄せる。今後はスピードを生かし、野口の持つ日本記録、2時間19分12秒更新がターゲットだ。完璧なトレーニングをこなして完璧に 42.195 キロをかけた時、トラックの女王はマラソンの女王になる。福士加代子、福士加代子、1982年昭和57、3月25日、青森県板柳町生まれの31歳、五所川原高校から00年にワコール入社、02年7月に 3000m で8分44秒40、05年7月には、5000m で14分53秒22の日本記録をマーク、06年アジア競技大会で 1万m 優勝、五輪には04年アテネ、08年北京、12年ロンドンと3大会連続で出場している。愛称は、道の黒幕創造、1m61、45キロ。女子マラソン、1、キプラガト、ケニア、2時間25分44秒、2、ストラーネオ、イタリア、2時間25秒58秒、3、福士加代子、マコール、2時間27分45秒、4、木崎、良子、ダイハツ、2時間31分28秒、野口瑞稀、シスメックス、途中棄権、世界記録、ラドクリフ、英国、2時間15分25秒、日本記録、野口瑞稀、2時間19分12秒、スポニチ、福士が銅メダル、木崎4位、世界陸上女子マラソン、2013年8月10日、福士が銅メダル、木崎4位、世界陸上女子マラソン、モスクワイコール共同陸上の第14回世界選手権は10日、モスクワで開幕し、女子マラソンはトラックの女王と呼ばれた福士加代子、31イコールワコールイコールな粘りの走りで銅メダルを獲得した。この種目の日本勢のメダルは2大会ぶり、エドナキプラガト、ケニアが2連覇した。昨年のロンドン五輪代表の木崎良子、28イコールライパスイコールは4位に入り、2004年アテネ五輪金メダルの野口瑞稀、35イコールシスメックスイコールは途中棄権した。日本などが参加をボイコットした1980年モスクワ五輪で使用した人気競技場が今大会の主会場で、200を超える国、地域から2000人近い選手の参加が見込まれている。ロンドン五輪1万順位から大飛躍、福士加代子のルクレキ、2013.8.10、ロンドン五輪1万順位から大飛躍、福士加代子のルクレキ、福士加代子、3000m、5000m の日本記録、ハーフマラソンはアジア記録を持つ、12年ロンドン五輪は1万メートル10位、世界選手権はトラックで過去4度出場し、09年ベルリン大会1万メートルで9位になった、08年大阪国際でマラソンデビュー、今年1月の大阪国際で2時間24分21秒の自己ベストで2位、青森五所川原高校で、160センチ、45キロ、31歳、青森県出身、福士、女子マラソン道、世界陸上、2013年8月11日、福士、女子マラソン道、世界陸上、モスクワイコールコスムトシユキ陸上の世界選手権は10日、当地で開幕し、女子マラソンで福士加代子、マコールが2時間27分45秒で3位に入り、銅メダルを獲得した。この種目で日本勢のメダルは2009年ベルリン大会2位の尾崎義美、第一生命以来、2大会ぶり。木崎良子、ダイハツは2時間31分28秒で4位入賞。2004年アテネ五輪金メダルの野口瑞稀、シスメックスは33キロ付近で途中棄権した。2時間25分44秒のエドナキプラガト、ケニアが2連覇。男子ハンマー投げは前回王者の室伏広治、水野が76m27の全体8位で、12日の決勝に進出。棒高跳びは昨年のロンドン五輪代表の山本聖と、中京大が5m55で予選通過。沢野大地、富士通、トーン高い地、水野は5m40で落選した。1万メートルは同じ表、コニカミノルタが27分50秒79の15位。大迫スムル、大迫スムルイコール総大は28分19秒50の21位。佐藤春元、日清食品グループは途中棄権した。実施競技の任大圭介、後ろ圭介イコール鈴木浜松 AC は前半の競技に臨んだ。トラック離れ初の世界大会、西に差し込む競技場のバックストレート。福士はスタンドに手を振り、ゴールを駆け抜けた。足の疲労、いろんなところに来てる。でもよかった。楽しんだ。トラックで3度の五輪、4度の世界選手権を経験したがマラソンでの世界大会挑戦は初めて。気温30度を超す過酷なレースをトレードマークの笑みで締めくくった。完全復活を期すアテネ五輪覇者の野口、エース格の木崎に比べ、伏兵的存在だった。自ら無欲という通り、走りに力みはなかった。レースは序盤からハイペースで進んだ。モスクワ川沿いを行き来する平坦な周回時コース。単純な特徴がない分、勝負の仕掛けどころが難しい。戦略はとりあえず流れに乗る。トラックで培ったスピード能力をそのまま活かした。終盤が鬼門だった。スピードは高い反面、スタミナには難を抱える。2008年の初マラソン以降、関係者に長く指摘されてきた課題だ。この日も先頭集団が4人に絞り込まれて迎えた30キロ付近で不安な的中、徐々に交代が始まった。しかし、無心の31歳には幸運も味方した。もう無理だと思ったら、一人落ちてきた。前が落ちると元気になるとはこういうことか。気せずして3番手に浮上。抜かれてもいいとの開き直りも手伝って、失速を最小限に抑えた。ラフの利とはいえ、アフリカ勢が優勢の女子マラソン界で、銅メダルは賞賛に値する。真の適性はトラックか、マラソンか。報道陣にはどっちでもないと嘘ついたが、低迷が続いた日本女子に興行をもたらしたのは間違いない。かっこコスムトシユキ。福士道失速娘返上スラッシュ世界陸上日刊スポーツマイナス2013年8月11日福士道失速娘返上スラッシュ世界陸上陸上世界選手権第1日10日モスクワ無人機スタジアム発着特設コース女子マラソンマラソンで初出場の福士加代子31イコールワコールな初の銅メダルを獲得した30キロ手前で先頭集団3人から遅れたが開き直って構想35キロ過ぎに3人メルカムを抜いてゴール大会1号メダルは日本女子マラソンでは2大会ぶり通31個目となった観客席に何度も手を振った銅メダルを手中にした最後の直線福士は笑顔を振りまいた
元気に日の丸を広げ、子供のように飛び跳ねた。最後は4人の木崎と抱き合った。すごいじゃん。本当に頑張った。最後トラックでこんなに嬉しく走ったことはない。こんなに楽しいトラックはないです。スタート時で 31.7 度。酷暑のモスクワで先頭集団に食らいつくも、30キロ過ぎに遅れた。もう無理だと思った。周り括弧の景色を楽しもう。手を振っていたら、前の選手が落ちてきた。3人メルカムを捉え、抜く。振り切ると、メルカムはこんな景色だろうに、止まった。ちょっと前がいると元気になる。これ、括弧メルカムが昔の自分かと。括弧マラソンで初めて一人に来ました。落っこちなければ、また私そのままだったのに、また抜かれるのかなと思って、もういいやと思っていたのに。トラックの女王は、マラソンでは終盤の失速を繰り返した。08年大阪国際では4度転倒。今年1月のマラソンもラスト1キロで抜かれてに、前が落ちると元気になるんだな、届けた。大会2週間前まで出場時間が検討されていた。3月末にインフルエンザにかかり、薬の服用を嫌い回復が遅れた。長山監督は青森でリンゴを食べて健康に育ってきたから、病院以外の部分で病気が長引いた。約1ヶ月、全く練習ができなかった。今も、おかゆだけ。今でも貧血のような状態、長山監督で、レースに臨んだ。6月には野口、木崎と共に英国ボルダー合宿を行った。みんなすごくて、距離もスピードも刺激を受けた。あと、2人ともよく食べる人たち。7月は再び野口のいるスイスサンモリッツへ。その間を持った。私、なんでこんなに頑張っているんだろう。力むことはない。31歳でやっとマラソンでメダルを獲得した。長山監督は今後について、競馬で言えば先行逃げ切りなので差し足を意識した。トラックのスピードを生かしてやりたい。調整に成功すれば、伸びしろも期待できる。福士はマラソンってレースもないし、練習もない。今日も5キロ以内でもう長いと思った。と、弾ける笑顔で、彼女らしい憎まれ口を叩いた。増田和弘、福士加代子、1982年昭和57、3月25日、青森板柳町生まれ、五所川原高校で陸上を始める、00年ワコール入社、長距離代表で五輪は3大会連続出場、世界選手権は5度出場、5000メートルとハーフマラソンの日本記録保持者、160センチ、45キロ、血液型 A。世界陸上コロン女子マラソン2013年8月10日、世界陸上コロン女子マラソン、総括、世界陸上の女子マラソンで福士加代子が銅メダルに輝く、笑顔でゴールまで駆け抜けた、ゲット TY イメージズ、拡大写真を見る、世界陸上の女子マラソンで福士加代子が銅メダルに輝く、笑顔でゴールまで駆け抜けた、ゲット TY イメージズ、陸上の世界選手権は10日、ロシアのモスクワで開幕し、ベジニキスタジアムの8着点となる周回コースで行われた女子マラソンでは、福士加代子、カッコ、マコールが2時間27分45秒、カッコ、速報タイムで日本人トップの3人に入り、銅メダルを獲得した。世界陸上女子マラソンでのメダル獲得は2009年ベルリン大会の尾崎義美、銀メダル以来11人目と、日本のお家芸マラソンで世界に復活をアピールした。木崎涼子、ダイハツは2時間31分28秒で4位に入賞。野口瑞希、シスメックスは途中棄権となった。優勝は前回テグ大会覇者のエドナキプラガト、ケニアで2時間25分44秒。世界選手権の同種目初の2連覇を達成した。気温は30度を超え、湿度は 48% というマラソンとしては過酷なコンディションとなった。序盤、野口と福士が先頭集団でレースが進む一方、木崎は第2集団から先頭を追う展開になった。中間地点を過ぎ、先頭集団は福士が4人に絞られる。30キロ手前で福士が先頭集団から離脱するも、粘りの走りで3位を走るメセレクメルカム、エチオピアを追うと、35キロを過ぎたところで捉え、メダル圏内に入る。その後、メルカムが途中棄権し、メダル獲得が一気に現実的になると、最後は笑顔でゴールした。木崎は序盤、先頭集団から遅れたものの、じりじりと差を縮め、4位でフィニッシュした。また、10年ぶりの世界陸上となった野口は、30キロ付近で歩いたり走ったりを繰り返す厳しい走りとなり、33キロ地点で途中棄権した。レース詳細、女子マラソン。スタートする木崎涼子、中央に野口瑞希、同左イコールモスクワ共同、拡大写真を見る、女子マラソン。スタートする木崎涼子、中央に野口瑞希、同左イコールモスクワ共同、スタート前、野口瑞希、シスメックス、福士加代子、マコール、木崎涼子、ダイハツ、7号砲を待つ。スタート地点の天候は晴れ、気温 30.4 度、湿度 48%、マラソンとしてはかなりの高温で、過酷なコンディションとなった。スタート、野口、福士、木崎が一斉にスタート。ロンドン五輪金メダルのキキキララ、エチオピア。13年東京マラソン優勝のアベルケベレ、エチオピア。12年の名古屋ウィメンズを制したアルビナマヨロは、ロシア、有力選手も勢いよく走り出す。長波 1.0 キロ、最初の1キロ3分18秒とハイペースで入る。野口は集団の前方左側に位置を取る。長波 2.0 キロ、バレリアストラーネを、イタリア。超、中国が先頭集団から5メートルほど前に飛び出して走る。第2集団の野口が引っ張る形でレースが進む。長波 4.0 キロ、第2集団の中盤に位置を取る木崎と福士が並ぶようにして4キロを通過。長波 5.0 キロ、先頭を走るストラーネが17分05秒で通過。ケベレがエチオピア勢とルーシーは5位、ケニアがストラーネに追いつき、先頭集団は6人になる。日本勢は野口がトップで17分07秒の7位、2秒遅れの10位に福士、さらに5秒遅れた16位で木崎が通過。長波 7.0 キロ、先頭集団は11人。日本勢は野口と福士がこの集団で走る。野口は被っていた帽子を取っている。木崎は先頭集団から漏れるも、ペース自体は悪くはない。長波 8.0 キロ過ぎ、給水ポイントで、第2集団の木崎がバランスを崩すハプニングも、そのまま走り続ける。長波 10.0 キロ、先頭のストラーネは34分12秒で通過。先頭集団は11人。その中盤に位置を取る福士が、しっかりした足取りで通過。9年ぶりに世界の舞台に立った野口は先頭から5秒差の8、木崎は13秒差の11位で通過する。長波 12.5 キロ、先頭集団は福士が7人。木崎は前回覇者のエドナキプラガト、ケニアと共にじりじりと前を追いかけ、前を走っていた野口に追いついて8位集団を形成する。長波 14.0 キロ、キプラガトが先頭集団に追いつき、集団は福士が8人になる。福士は変わらず集団の最後方に位置を取り、柔らかな足取りで落ち着いた走りを見せる。長波 15.0 キロ、福士が8人の先頭集団を牽引するストラーネは51分23秒で通過。先頭から11秒遅れの9位に木崎、さらに7秒遅れて野口が10位。長波 17.0 キロ、先頭集団は7人に絞られる。福士はその最後方にしっかりとつき、マラソン代表として初の世界大会とは思えない堂々とした走りを見せる。長波 18.0 キロ、木崎が懸命に前を追い8位に浮上。さらに後方で走る野口が大きなストライドで前を追う。長波 19.0 キロ、福士が7人の先頭集団はやや横に広がる形になる。青森山田アカデミーで実業団の鈴木に所属していた過去、持つ和語も先頭集団に含まれる。長波 20.0 キロ、先頭集団のペースはやや落ち、1時間09分02秒で通過。福士はリラックスした走り、先頭から14秒差の9位に木崎、野口は先頭から38秒差の10位だが、まだ十分前を狙える位置にいる。長波 23.0 キロ、先頭集団は福士が4人に絞られる。先頭集団のペースが落ち、前を追いかけていた木崎がじりじりと差を詰める。木崎は先頭集団から落ちてきた選手を1人ずつ拾うようにして順位を上げる。長波 25.0 キロ、先頭集団を終始牽引するストラーネは1時間26分36秒で通過。先頭集団は福士が4人で変わらず、5位に順位を上げた木崎は安定したピッチを刻みながら必死に前を追う。先頭との差は15秒とほぼ変わらない。長波 27.0 キロ、先頭集団は福士、ストラーネを、キプラガト、メセレクメルカム、エチオピアの4人、東が照りつける厳しいコンディションの中、福士は余裕のある表情を見せる。9位の野口はやや重たい走りとなる。長波 28.0 キロ、先頭集団はストラーネを先頭に縦長になり、福士はその一番後ろにつける。給水も成功。長波 30.0 キロ手前、福士が先頭集団から7秒遅れる。口が開き、やや苦しい表情となる。野口が30キロ地点手前で止まり、両太ももをポンポンと叩く。厳しい表情でふらつきながらも再び走り始める。長波 30.0 キロ、先頭集団の3人と福士の差はどんどん広がる。単独走となった木崎は、先頭から1分22秒遅れて5位で通過。再び走り始めた野口だが、さらに足が止まってしまう。しばらく歩いたり走ったりを繰り返す。長波 33.0 キロ、
先頭争いはスプバーネオとキプラガトに絞られる。4位、福島スタートから被っていた帽子を外し、3位、メルカムを追いかけて粘りの走りを見せる。長なり 35.0 キロ、3位のメルカムと4位、福島差は8秒差。メダルも狙える位置で必死に前を追う。長なり 35.0 キロ過ぎ、福島メルカムを一気に追い抜き、3位に浮上。抜かれたメルカムは福島にピタリとつく。長なり 36.0 キロ過ぎ、メルカムが突如走るのをやめ、福島単独3位に。メダル獲得が見えてきた。長なり 39.0 キロ、福島依然3位をキープして終盤へ。口は開いているが、必死に腕を振って銅メダルへ向けて走る。キラキラ粘りを見せ4位を維持。なお、野口は33キロ付近で棄権した。長なり 40.0 キロ過ぎ、前回覇者キプラガトのスパート、スプバーネオとの差が一気に広がる。ゴール、キプラガトが2時間25分44秒、速報タイムで、世界選手権初となる2連覇達成、2位にスプバーネオが入る、3位で福島ゴール、笑顔で何度もガッツポーズを決める、キラキも4位入賞、ゴール直後、大粒の涙を見せる。世界陸上マラソン福士、同イタヤナに歓喜、2013年8月11日、世界陸上マラソン福士、同イタヤナに歓喜、役場前に100人、火曜子万歳。福士選手の銅メダルに万歳をするイタヤナギ町民が、イタヤナギ町役場で、モスクワで開かれている陸上の世界選手権女子マラソンで、イタヤナギ町出身の福士火曜子選手、31が銅メダルを勝ち取った。その瞬間、道庁役場で声援を送っていた町民たちは喜びを爆発させた。この日は道庁の夏祭り、リンゴ島祭りの最終日、祭り終了後、町役場前の特設ステージに約100人が集まり、そのまま福士選手に声援を送る会場になった。トップグループを走る福士選手の画面に映し出されるたびに、頑張れよ、火曜子、火曜子、のコールが起こった。そして、3位でゴールすると、万歳、万歳と喜びの声が何回もこだました。道庁の美容師会津波子さん、53はイタヤナギからメダリストなんて、嬉しい。福士さんはトラックでは無敵でも、マラソンでは苦労と挫折を経験していた。それに負けずにメダルを取って、本当に素晴らしいと興奮に。また、道庁の主婦、61は福士さん、早くメダル持って、町に帰省してくれないですかね、と期待していた。福士などど根性で悲願の初メダルスラッシュ世界陸上 2013.8.11 福士などど根性で悲願の初メダルスラッシュ世界陸上陸上世界選手権第1日かっこ10日モスクワかっと娘が出かした開幕直後の女子マラソンで福士火曜子かっこ31イコールはコールイコールな2時間27分45秒で3位に入り銅メダルを獲得した5月下旬からは貧血に悩まされる中国書の耐久レースで粘りを見せ日本に2大会ぶりのメダルをもたらしたエドナキプラガトかっこ33イコールケニアイコールな2時間25分44秒で2連覇したお祭り騒ぎだ無事に競技場に帰ってきた福士は両手で万歳ポーズを決め万感のフィニッシュ長山忠之監督かっこ53と抱き合うと日の丸を背負って再びトラックへあまりのはしゃぎぶりに関係者の抑えにかかるほど喜びを爆発させたよかった頑張った楽しんだ以上福士節を炸裂させた29キロで先頭集団から遅れようにを走っていた31歳に幸運が転がり込んだメルカムかっこエチオピアがかつての自身を思わせる失速35キロ付近で捉えると36キロ過ぎにそのメルカムが途中棄権先頭の2人の姿は見えなくなっていたが銅メダルを手にした初めてマラソンで人を抜いたと笑わせたが実は悲壮な決意でレースに臨んでいた長山監督によると3月下旬にインフルエンザを発症薬以来も絶命お菓子しか食べられず体重も落ちた1ヶ月以上練習できず5月下旬からのベイコロラド州ボルダーでの高地合宿では貧血に陥ったヘモグロビンの数値は一向に上がらずスイスサンモリッツ合宿では同走者の道好きに引き離された恩師からもうやめようと言われて涙を流したこともあった大会1週間前まで欠場を考えたほどだった危機的状況に追い込まれ変わったサプリメントを積極的に摂取し体質改善を図ったかつてはアフリカで合宿を春など野生味あふれていたランナーは今まで面倒だと思ったけど科学の力は必要と見合わないレース当日の貧血状態は感知せず給水をすべて飲むなど気温27度の暑さと体調不良の2つの強敵を克服した笑いあり涙ありの指定愛だ沿道から指示を出す長山監督にうるさいもういいとダメだしお返しとばかりにレースの熱い抱擁を交わした10年ぶり各国福祉という恩師との春は2人にとってロシア革命と思わせる劇的な結末だったもう走りたくないいいよこれで十分今のところは集大成わっはは過去4戦は30キロで急失速するレースばかり5度目のマラソンで後半の失速をなんとか抑えたこれまでは抜かれる側だったが抜く側へ立場が逆転し前から人が落ちてくると元気になる最後のトラックでこんなに嬉しく走れたことはないと 42.195 キロの楽しさに気づかされた持ち前のスピードを中盤までキープすれば野口が持つ日本記録2時間19分12秒の更新も見えてくる青森イタヤナギ町出身で特産のリンゴで栄養満点に育ったカット娘がモスクワで奇跡を起こした江坂勇のはじめ福士火曜子改るとトラックの女王2000年にはコール入社後にトラック種目で才能が開花0年には 5000m で3度日本記録を更新05年には現在の日本記録となる14分53秒22をマークロードの15キロ20キロハーフマラソンでも日本記録を持っているマラソンは失速の連続07年に転向を表明初マラソンに挑んだ08年1月の大阪国際では30キロまでトップを独走するも後半スタミナ切れし競技場へ入ってから3度も転倒するなど19位と惨敗11年10月のシカゴ12年1月の大阪国際でも後半に失速13年1月の大阪国際も30キロから失速して優勝を逃したが自己ベスト17秒縮めとなり世界選手権出場権を獲得560年アジア大会の 5000m は日本新で銀メダルを獲得した際は記録更新は大きいですよ地区に1分くらいですかねと福士節で対応07年日本選手権の 5000m ではスタート直後に転倒するも見事優勝転倒は面白かった逆にそれで終始落ち着いて走れたからこけてしまって大紹介ですと陽気にコメントした